河野太郎が大炎上、香港ブロックで。10日に香港さんがツイッターにて、河野大臣にブロックされた画像を投稿し、河野大臣が大炎上してしまっております。こちらツイッターにおいては、ブロックされてしまいますと、ブロックしたアカウントの投稿が確認できなくなってしまいますが、今のところ、ブロックされた原因は分かっておりません。河野大臣は、ブロックについて指摘されると、ブロックを解除する場合もございますが、 ブロックされても閲覧する方法はございますが、政治家の動向を国民が有権者が通常の方法で確認できないというのはおかしいんじゃないかと思われますので、河野大臣など政治家の皆様には、まあ、こういったブロックなどの機能を乱用しないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました